奈良の八重桜、奈良の八重桜、奈良の八重桜もしくは奈良八重桜、奈良八重桜、革命は桜の栽培品種の一つ。奥山桜、霞桜の品種で4月下旬から5月上旬に開花する八重桜である。他の桜に比べて開花が遅く、八重桜の中では小ぶりな花をつけるのが特徴である。奈良の八重桜は、 鹿州の伊勢大輔の和歌により著名になった八重桜で、ある。鹿州には、一条院を説き、奈良の八重桜を人の盾祭りて侍蹴るを、その折御前に貸し付ければ、その花をたまいて、歌嫁と仰せられければ読めるとあり、伊勢大輔は、古にしえの奈良の都の八重桜九十二二を、日ぬるかなと読んでいる。一条院五時から数えて、ちょうど千年目を迎えている。 奈良の文化の一辺を今に伝える桜である。奈良を代表する花として、奈良県花、奈良師匠、市花に用いられる。奈良の八重桜は、歴史とした八重桜の一品種であり、奈良に植わっている、八重桜の総称ではない。奈良の八重桜は、落葉鉱木であり、霞桜が十弁化した品種であると考えられている。奈良の八重桜の繁殖力は、極めて弱く、 増やすのが非常に難しい。樹勢は弱く、寿命も短い。後日する、地足院奈良や江桜も1923年に天然記念物に指定された木はすでに枯れてしまっている。目は赤紫色を帯びた褐色をしている。目は最終的に長さ 5cm から 9cm、幅 2.5cm から 5cm に成長した葉になる。 陽心の全体の形は長大炎上等乱型で、陽心の先端は、五条栄線形をしている。陽心の基部は円形もしくは心臓形、ハート型で、ほとんどが円形である。陽心の周辺にある巨子は、重巨子、大きなギザギザにさらに小さなギザギザあることで、先端は鋭く尖っている。栄線形。陽心の表側は暗い黄緑色をしており、 光沢はなく、表側の前面に毛が、まばらに存在する。養親の裏側は、白っぽい、黄緑色をしており、洋脈の上に毛が生えている。洋兵には伏せていない、もう、開きいずる毛が生えており、上端から少し下に濃い格子色の蜜線が存在する。果女は、三房果女をしており、二から四花からなる。鱗片葉は、格子色、つとは、緑色で、 木部は、高子色をしている。花柄と、小花柄には、白色の開けで毛が存在する。学頭は長小形をしており、外側に毛が、まばらに存在する。学列片は、内側外側とも毛がないが縁に、縁毛がある。花弁は、奈良市自然編によると22枚から79枚、新日本の桜によると30枚から36枚とされる。花弁は楕円で、 先端は二つに深く裂けた、いわゆる、桜の花びらの形をしている。花びらの色は淡い紅色である。おしべは、奈良市自然編によると十本から四十二本、新日本の桜によると三十二本から四十五本とされる。めしべは一本から四本である。奈良の八重桜は霞桜が十分化した品種である。ため、八重桜にしては小ぶりで清楚な花を咲かせる。 花は4月下旬から5月上旬に咲き、ゴールデンウィークの頃に満開となる。他の八重桜と違い、奈良の八重桜には果実がよく実る。ただし、果実は若い時に枝から落ちることが多く、残って成熟する果実は珍しい。奈良の八重桜の花には複数のめしべがあるため、果実もしばしば複数個くっついた状態になっている。果実は黒く熟し、 食べると苦味と酸味がある。岡本雄二は、奈良の八重桜は、毛山桜が十弁化したものであるとその著で指摘している。毛山桜の学名はその後に、幾度かの変更があり、また和名については、毛山桜は、山桜にも受けのあるものがあるため現在では、霞桜が採用されている。和名には、命名規約がない。奈良の八重桜は霞桜が十弁化したものとなる。 奈良の八重桜には果実が複数実ることがある。三好学1922はカペル心川一からにと指摘し、牧野富太郎1926はアバリオスオフフンにとしている。これ以降の一文はこれらから援用して表現されたものである。三好学は奈良の八重桜の学名をプラニスアンティークがア,アンティキスイコール古代の イニシエの桜の意と名付けた。しかし、奈良の八重桜は十弁化したものであり、種や変種とするのではな、品種とするのが適当である。奈良市の国寺、四季章の件は、当時の学問水準がまだ十分でなかったために、間違いが多い。奈良の旧都に美しい八重桜があった事実は、鹿若衆、袋草子、斜石集、連れれ草などの文献に、また、 江戸時代の図譜として残されている。江戸時代初期、1678年に出版された、奈良名所八重桜は、奈良の八重桜について記述している。奈良名所八重桜は、名所案内記に名を借りたフィクションであり、東大寺、幸福寺はじめ作り話が多い。北川正寺は表して、講談子見てきたような嘘を、月と記している。記述によると、天平時代、 聖武天皇は、三笠山奥の谷間で美しい八重桜を見つけ、その八重桜の話を光明皇后にしたところ、光明皇后は、一しても構わないから見てみたいと大変興味を持った。聖武天皇の進化たちは気を利かせ、その八重桜を宮中に移植した。以来、春ごとにその桜を宮中の庭で楽しみ続けられたという。まさに講談師の演目そのものである。 天理大学の教授はこの書を絶賛している。すでに、和田万吉、1916、はこの書を、王王高等無形に陥り、かのぐふぐふの名信を助長する、演技集を読み行くがごときかにありとしている。奈良の八重桜は、伊勢大輔の読んだ和歌により名高い、いの奈良のとの八重桜今日九人に酔いぬるかな。七大寺巡礼式には、 奈良の都の八重桜が植わっていた場所と開花時期が記載されている。記載によると、奈良の八重桜は、幸福寺の東沿道にあり、他のすべての桜が散ってから咲く、遅咲き桜であったとされる。お幸福寺東門の北脇、その道南門の西脇ゆ桜樹いわゆる奈良との八重、桜これや、古風雲、この桜一切桜花さんの後、シーカ式、ゼタメ、 既得は晴れて吹くことはあまたにやらしとや、春に遅れて一人桜む。奈良の八重桜は、奈良市が市政施行した5年後の1903年に、制定された奈良市章の祖父となっている。この市章は、天平時代から奈良に、ゆかりの深い、奈良の八重桜をかたどり、家臣を、名の字に見立てたデザインである。当時の名所案内機にも東沿道跡、市販学校内に、 奈良の八重桜が記載されている。1922年に東京大学の植物学者であった三好学が東大寺地職院の裏山に植わっていた特徴ある八重桜を岡本雄二の案内で視察、調査した三好の岡本への追悼文より、小清水拓二は1922年4月に三好が発見したとするが、三好の論文の掲載号はこの年の1月である。 三好は論文で産地として京都と奈良を挙げている。奈良の八重桜は岡本雄二が大正十年頃、この年に三好が来県しているので早い月か前年に天然記念物指定申請を行っている。申請は規則院の他市範学校、春日神社、玄春日が大社の三樹である。大阪朝日新聞山戸版にも関連の記事がある。この 地足院の奈良八重桜は1923年に国の天然記念物に指定されている。三好や戦前の文部省では地足院の奈良八重桜としているが官報に印刷ミスがあったらしく、地足院奈良の八重桜、戦後は名前はカタカナで表記することになったとしているが、申請は三重であり、やはり地足院の奈良の八重桜とするのが正しい。奈良の屋桜は、 奈良を代表する花として1968年には奈良県下に制定された。さらに1998年には奈良市花に制定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。